長の件、ええ、また今上に多分事情を説明しに行くと本人が言ってるようですが、何か報告の受けられていますか。謝罪文を今確認をしました。ちょっとどういう謝罪文になっているのか我々今同意進行なんでわからないんですけど、ええ、その内容で主張としては十分誤っているというふうに、まあ、事実を説明したというところですから、これで議会の皆さんがご理解得られるかどうかはまた本人の説明したいだと思いますけど、ね、議会の方今後また財政の協議会を開いて問題視していく、ね、それはもうしっかりと議会から指摘をいただいたらいいと思いますけど、ね、今朝の段階ではまだ事実確認進めてますということでしたけど、今後何かこれやはり問題だなというような、いやこれも時系列もうちょっと事実をきちんと確認をしまして、ね、人事室の方でその条例に抵触するかどうかというところはしっかりと検討していきます。反対派の方からはやはり政治活動の制限、公務員の政治活動の制限に違反するんじゃないかという声が出てましたが、それはどう考えでしょうか。政治的な目的を有していたかどうかというところですからね、それは条例の中にも政治的な目的というところはきちんと定義に入ってますから、そこに該当するかどうかきちんと検討します。政治活動というのはこれも幅広い用語ですからね、政治活動一般を規制するというわけにはこれいきませんから、きちんと条例の中でも政治目的という意味合いを定義付けてますから、そこに当てはまるかどうかはきちんと本当に検討していきたいと思います。本人がどうおっしゃるかあれですけれども、ただ維新、まあ、朝もおっしゃったようにその維新を含めず公明自民の批判をしているということは政治目的があったときに取られかねないと思うんですが、ある団体の賛成反対を目的としてっていう団体のその方針について賛成反対の目的としてっていうことに当たるかどうかでしょうね。まあ、そこはきちんと検討しなければいけないと思います。結果的ですけれども、まあ維新というか市長の行動活動を、まあ改革を進めようという思いで、まあ、坂口さんもやってる部分はあるかと思うんですけど、それが結果的にこの広報人材というのが市長にとってマイナスになっているということがあると思うんですが、それはいかがですか。いや、こうやって問題あるところだけ取り上げますから、非常に坂口区長、この間も LGBT でいいんでしたっけね、宣言出したりとかね、いいことたくさんありますよ。今までのそのやっぱり職員の区長ではね、壁にぶつかってできなかったこと、それから幼稚園の民営化についてだって、坂木区長はもう一生懸命これ民営化を訴えかけてるわけです。今までだと住民の皆さんから、特に地域の団体の皆さんから反対の意見が来ればね、区長はそれ以上できませんでしたよ。でも坂木区長は一生懸命話をしている。それから学校選択制の導入にあたってはね、24区長の中で一番多いそのタウンミーティングやってるわけですよ。だからもちろんね、こういう問題、失敗することはそれあるかも分かりませんが、いい部分はたくさんあります。だからクビだということにならないその範囲でね、それは失敗はいくつもあると思いますよ。今回だって幼稚園の民営化とか、まあ、その他のことでいろいろやりながらね、まあ、こういうある種不適切な行動やってしまったわけで、そこはそこでしっかりと誤りがあれば反省しなければいけませんが、坂口区長、いい部分はたくさんありますよ。今日その教育委員会の在り方検討会の方でも、もともと坂口区長が入ってやってたかと思うんですが、そういうまあ問題のある区長が参加していた検討会の結果というのが、ちょっと信用性を疑う部分になったりしませんでしょうか。その問題のレベルだと思いますよ。すべてその何か問題を起こしたからといって、すべてその存在意義が否定されるということではないですから、例えばその教育のね、教育委員会制度の在り方を検討するに値しない、非行為だったらね、それはダメです。でも、じゃあ今回の問題が、教育委員会の在り方を検討するそのメンバーとして、適切なのか、不適切なのかといえば、僕はまたその問題とは別だと思いますよ。教育委員会のやっぱり在り方については今までの職員では思いもつかなかったようなその問題点の指摘だったりね、やっぱりこれが行政の世界とは違う世界から見た感覚なんだなっていう、非常にやっぱり貴重な意見たくさん出てますからね。ただ今のご指摘あった通り、
まあ、本来であれば不適切なそういうこういう問題がない方がね、いいに越したことないです。それは何も問題なければ、ね、こういうふうに取り上げられることもなく、教育のあり方検討会で、検討したその報告書の信用性ということも何も傷がつかないで、進むんでしょうけども、でもじゃあ何も問題を起こさないそういう態度振る舞いっていうのがね、事なかれ主義っていうことで言われてたんじゃないんですか。だからこれはもうどのみち何をやっても批判を受けてね、何も挑戦しなければ事なかれ主義だと、いろんなところから文句が出ること、それをとにかく避けよう避けようとすることは事なかれ主義だというふうに批判をされる。そしてこうやって事なかれ主義をやめてね、挑戦しようと思えばそれは失敗が出てくる。そして失敗が出てきた時にそれはダメだというふうに批判される、まあ、どのみち批判されるんであればね、事なかれ主義よりも挑戦していく方を僕は選んでますからね、榊さんにはやっぱり反省するところは反省して、今まで通り、やっぱり今までの区長にないいい部分を最大限に、生かしてですね、頑張ってもらいたいというふうに思いますけどね。あり方検討会の方ではやはり区長の権限にも踏み込んでて、そういう中でその区長の問題が起きるとやはり影響が出るんじゃないかと思うんですが、それはだから区長の属人的な問題であってね、制度自体はじゃあどうなのかってことですよ。区長でこういう問題点がいくつか出てきたからといって、じゃあ今のままの教育委員会制度でいいのか、むしろ今の教育現場の方で問題点は出てきていないけれども事なかれ主義で終わってるんじゃないのかとかね、そういうことから制度論は議論しなきゃいけないので、一その区長の問題点を持って、ね、じゃあ区長が教育行政に関与することは絶対にダメなんだということを言ってしまったらですね、さあ政治家なんていうのはいくらでも不祥事を起こす政治家、これはもう今までの社会のニュースでいくらでもあるわけで、じゃあ政治家っていうものには任せてられないね、政治家が行政の上に立つことはダメだよね、そういう話じゃないと思いますね。だから個人の属人的な問題と制度の問題っていうものはやっぱり分けて考えなきゃいけないというふうに思ってます。